リン酸、トリクレジルは、三つの異性体が混合した、有機リン酸化合物で、難燃剤として、またラッカー及びワニスの製造で、過素剤として最もよく使われる。無色で粘性のある液体だが、市販品は通常黄色である。水にはほとんど溶けないが、トルエン、ヘキサン、ジエチルエーテルなどの有機溶媒には溶けやすい。TCP は、1854年に、 アレクサンダー・ウィリアムソンによって、クレゾールとの塩化リンから構成された。しかし、今日の製造者は、塩化ホスホリル、またはリン酸とクレゾールから製造することができる。構成クレゾールがすべて、オルトイ生体の TCP は、多くの急性中毒の原因物質である。その慢性毒性も懸念される。オルトイ生体は、非常に毒性が高いため、 異性体の純度を必要とする実験室での研究以外では単独で使用されることは滅多になく TCP を含む工業製品には含まれていない。最も危険な異性体はオルト異性体を含むリン酸トリオルとクレジルイコールトーシッピ P のような異性体と考えられる。世界保健機関は1990年にトーシッピ P に対する感受性は 個人間でかなり異なるため、安全な曝露レベルを確立することは不可能である。したがって、トーシッピーは人の健康に対する主要な危険とみなされていると述べた。従って、人への曝露のリスクがある場合は、市販の TCP のウルトイ生態の含有量を減らすための精力的な努力が払われてきた。しかし、ワシントン大学の研究者が合成ジェットエンジンオイルに存在する、 ボルト異性体を含まない TCP 異性体が特定の酵素を阻害することを発見た。TCP は1977年にスリランカで急性多発性神経障害が流行した原因であり、20人のタミル人の少女が TCP で汚染されたごま油によって中毒した。TCP は神経障害、手足の麻痺及びまたは 人間と動物の死を引き起こす有毒物質であり、摂取、吸入、さらには皮膚から吸収される可能性がある。オルトイ生体は最近の歴史の中で遅延性の神経毒性の発生の原因として知られた。現代の市販品は通常パライ生体とメタイ生体のみを含む。これらの異生体は神経毒の可能性がないからである。トーシッピーによる 最初の基地の集団中毒は、フランスの6人の入院患者に、有機リン化合物を含むホスホクレゾーと、赤止め調合剤が与えられた1899年に、始まった。薬剤師のジュール・ブリソネットは、肺結核の治療を期待して、この化合物を合成したが、投与後すぐに6人の患者全員が、多発精神経障害を発症した。元の論文の広告では、 このホスホクレゾートは次のように説明されていた口当たりが良く、ほとんど無味無臭の透明な液体で胃粘膜を刺激しない。クレオソートとリン酸を組み合わせると生成される代謝作用がはるかに顕著になり、クレオソートやクアやコールよりも大量に投与することが可能でより長く持続する。容量は1日3回、1から2グラム。ーピーによる最大の集団中毒は、 1930年に米国の禁酒法時代に大衆的な飲み物ジンジャージェイクが導入されたことで発生した。この飲み物はすべてのアルコール飲料が米国政府によって非合法化されていたこの時期のアルコールの主要な代替品だったが、米国の薬局方には各種病気の治療法として記載されていたため、簡単に入手できた。ジンジャージェイクの製造業者が リンドールを製品に加えたとき、最大10万人が中毒になり、5000人が麻痺した。ジンジャージェークからトーシッピーが発見された、正確な理由につては異議が唱えられている。一部の情報源は、ジャマイカの根をさらに抽出することであったと主張し、他の情報源は飲み物を水で薄めるためであり、別の情報源は潤滑油による汚染の結果であると主張している。 ジンジャー・ジェイクの過剰摂取は、ジェイク・ウォークとして知られる症状をもたらした。このウォークでは、患者は足の痺れによって引き起こされる非常に不規則な歩行を経験し、その後手首と足が麻痺した。医学雑誌には、遠移軸作病変、運動失調、および脊髄と末梢神経系の神経変性を特徴とする、有機ン酸誘発性遅延神経障害神経、 変性症候群を引き起こしたと記載された。アペオールの構造式パセリの九百9 3 2年、60人のヨーロッパ人女性が中絶誘発、そしてしばしば死を経験した。その後、アペオールは危険が大きすぎて中毒の数が説明されているよりも多かったとして中止されるまで医師、ジャーナリスト、活動家から批判された。他に、 以下のような集団中毒例がある TCP は航空機のタービンエンジンオイルの添加剤として使用され客室の圧を保つために送られる空気に混入して汚染する可能性がある。エロトキシックシンドームはエンジン化学物質への暴露によって引き起こされたとされる悪影響につけられた名前だが英国の業界資金による研究では TCP と長期的な健康問題との関連は示されていない。スローロリスに関する研究では、極所と府から多数の慢性的影響が観察された。哺乳類の胎盤の発達も悪影響を受けた。糖資 P は主に尿や糞便を通して排出されるが、一部は肝臓シュトクロム P450 システムによって代謝される。代謝経路は 一つ以上のメチル元のヒドロキシルカ、アリルカ及びヒドロキシメチル元のアルデヒド、またはカルボン酸への変換である。代謝の最初のステップで生成するのは中間体で神経毒のサロジェニンサイクリッコウ、トリルイミダゾールホスフェートである。右側には糖シッピー代謝の最初のステップが化学構造で示されている。この中間体は 神経障害表的エステラーゼ、んを阻害することができ、古典的な有機リン誘発性遅延神経障害、オピドーンを引き起こす。同時に、トーシッピーは神経インパルスを伝達する特殊な細胞内で神経繊維の破壊と随所の崩壊を引き起こすことによって物理的損傷を及ぼす。スコットプの形成に加えて、 等湿 P と二つの異なるヒトシトクロム P450 複合体の相互作用によって2-4、H-1、2、3ベンゾジオキサフォスフォラン2ワンが生成する。この代謝物は、グチリルコリンエステラーゼ及び、またはアセチルコリンエステラーゼに結合できる。ブーシュに結合しても、悪影響はない。その典型的な役割は、有機毒物に共有結合し、 不活性化によって、それらを解毒することである。トーシッピ P から CBDPA の代謝の際の危険性は A 区に結合する可能性が差し迫った時に発生する。これは神経シナプスの酵素の不活性化が致命的となる可能性があるためである。この酵素は神経伝達物質であるアセチルコリンを加水分解することにより神経インパルス伝達を停止させるのと同等の 役割を果たす。アセチルコリンが不活化すると、体外で分解できなくなり、制御不能な筋肉の痙攣呼吸麻痺、痙攣および、または死に至る。幸いなことに、糖ピーは、弱いエーク阻害剤とみなされている。人の場合、最初の症状は、末梢神経系の損傷による、体の両側の手足の衰弱、麻痺と痺れである。発症は通常、 最初の曝露から3から28日の間に起こる。もし摂取した場合は、吐き気、嘔吐、下痢などの胃腸症状が先行する、可能性がある。代謝率は人種や個人によって異なる。ある人は 0.15g の糖質 P を摂取した後に、重度の多発精神経障害を発症するし、1から 2g 後でも無症状であると報告されている、人もいる。急性曝露の場合、 死亡は稀だが、性別、年齢、曝露経路の違いにより、麻痺の結果は数ヶ月から数年続く可能性がある。基本的な治療は、手足の使用を回復するための理学療法だが、運動制御のほんの一部を取り戻すには、最大4年かかる場合がある。投資皮への曝露は、診察のリストで特徴を付けられている。ありがとうございます。